4月22日、さぬきおもちゃ美術館で、直島在住の親子によるユニット、福島節と渚のステージが開かれました。この美術館の開館1周年を記念したライブ、シンガーソングライターミミカさんも参加しました。渚さんの同級生をゲストに招いたほか、一般の子供たちが参加する曲もありました。以上、高松経済新聞がお伝えしました。